はい、皆さんおはようございます。今日は1月の13日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、なんといってもこちらの CPI の発表ではなかったんではないかなと思っています。昨晩ですね、ショーツにて速報をお送りしたんですけれども、7%上昇というところで、まあ、1982年以来の物価上昇率というところで、 えまあこの辺りは少し、え、そんなになんかそのすごいペースなのっていうふうに感じかもしれませんが、マーケットとしてはまあ予想通りという数字だったので、やっぱ警戒感が非常に高まっていたこともあって、マーケットにはまあ安心感が一つ広がっているというような状況かなと思っています。まあこれを受けて、ナスダックであったりとか、あとは仮想通貨の方も反発をしている状況ではあるんですけれども、まあこれで全てがあの反発をして元通りに戻っていくとかっていうところよりも、まあ一旦は今の状況を ま、悲観しすぎるところの、ま、モメンタムっていうのが一旦、ま、正常に戻ったではないですが、ま、一旦、あの、悲観しすぎるというところから、ま、安心感へというような動きになったんではないかなと思っています。引き続き、え、今後物価の上昇だったりとか、また金利の上昇ですよね。このあたりについては、え、まだまだやっぱり上昇局面っていうのが、え、今後来るだろうというところが見込まれていると思うので、その、今回の CPI の数字だったりとか、マーケットの反応を受けて、まあ、物価がもう上がんないよねとか、金利上がんないよねみたいな感じではまあないので、まあ、このあたり一つ、あのセンチメントが改善したっていうところと、まあ、実情は変わってないよっていうのは一つ理解しておくポイントかなと思っています。はい。で、えー、と一応ですね、ヒートマップ見てみると、全般的に、あのー、まあいい日というよりも局所的に、 結構改善しているような銘柄、特にテスラとか4%上昇していたりとか、まあ、あとは今日は結構中国銘柄、あのアリババとかはですね3%超えるような上昇していたりとか、ディリも非常に良かったので、まあ、ここ最近大きく買いあの売り叩かれていた銘柄が戻しているというようなまあ状況かなと思っています。まあ、あとは一つ注目するポイントとしては、ここ最近ずっと買われていたディフェンシブである、まあ、あのヘルスケアですね、この辺りが下がっていたりとか、 また今週はコンシューマー系のディフェンシブな銘柄っていうのが少し下げているというのが、まず一つ、あの、まあ、注目というか、あの、まあ、なんとなく気になったポイントかなと思っています。まあ、SNS をですね、あの、一旦のちょっと暴落局面みたいなのは、えー、若干まあ、終わりかなと思っていますけれども、じゃあ、これでも完全に株買いだみたいな感じっていうよりも、まあ、あの、これまでの状態に戻ったっていうぐらいだと思うので、あの、どんどんどん株を買っていくみたいな感じよりも、まず、あの、今回決算が金曜日から明日からですね。 始まりまますのであ、おそらくこの動画見てらっしゃる方は、あのそんなにこの1週間ぐらいはガチャガチャやってたとかっていうよりも、まあ、結構生還していた人も多かったも、もしくは下で帰ってる人も結構多いんではないかなと思うので、まあ、そのあたりあまり心配はいらないかもしれませんが、えー、決算ですね、内容しっかり見て、そこで本当、銘柄によってはダメだったら、ボーンと売られる銘柄も絶対出てくるので、 そのあたりは気をつけて準備をしていきたいかなと思っています。はい。で、ここからですね、質問見ていきたいんですが、その前に、このチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。ファンズはですね、個人投資家が企業に対して貸付という形で間接的に投資をできるプラットフォームになっていて、あの年収500万円前後、資産も1000万円前後を持っていらっしゃる方が投資されているというようなプラットフォームになっていますので、ぜひチェックしていただければと思います。 はい、では、質を見ていきたいんですが、まずダウがですね、プラスの0.11%、まあ、何回かこのプラスとマイナスを行ったり来たりはしていたんですが、なんとか持ちえたえてりという感じですね。はい、で、サンド P がプラスの0.28%、ナスダックがプラスの0.23%、ラスレ2 0 0がマイナスの0.47%という推移でした。で、米国の10年債なんですけれども、まあ、CPI を受けて、まあ、そんなに下がってないですけれども、まあ、じわっと、まあ、ほぼ、まあ、動いてないというふうに言っても過言ではないですね、1.73というような状況です。 FX ドル円なんですけれども、まあこれ結構痛いなっていうふうな正直感想で、114.52というところで、やっぱりその利上げへの期待感というところが非常に、まあその利上げというところもそうですし、あとはその10年債の金利が今回そんなに反応しなかったんですよね。で、まあ、そのあたりについては今後継続的な物価上昇だったりとか、金利上昇への織り込みというか、期待がまあそんなに高まっていたものがそ、そこまでじゃないかということで少しやっぱ下がったというところが、 この辺りに反映されてるんじゃないかなと思っています。まあ人によってはちょっとドル円下がってるんで、えー、リスクオフかな、みたいな感じに見てる人も、まあもしかするといるかもしれませんが、そういうところよりも、あの、金利上昇への期待が、えー、まあ少し収まってきてるというぐらいに僕は留めてもいいんじゃないかなと思います。はい。で、え、原油はですね、引き続き堅調で82.71というところで上昇していますけれども、まあこの辺りは継続的な 景気上昇による期待感というのも一定程度あるんじゃないかなと思いますが、まあ、今日に関してはそんなにあ,のあまりこれに水付けをする必要は正直ないかなとは思っています、はい、でセクター見ていきたいんですけれども、まあ、引き続きですねあの原油高というところもあって、まあ、エネルギー関係だったりとかあとはコモディティですねマテリアルこの辺りは上昇しているような状況かなと思っています、まあ、あと IT だったりとかコミュニケーションサービスですね、まあ、この辺りの銘の柄っていうのが反発してきているというのは一ついい、えー あの材料というかあの、ま、正常化しているようなところに向かっていくみたいな、まあ、印象かなと思います、はいまあ。さっきも言いましたけれども唯一ヘルスケアがマイナスになっているのはちょっとセクターローテーションの終わりが見えてきているような感じというかもしかすると巻き戻しがあの起こるかもしれませんが、まあ、何かしら大きなそのトレンド転換みたいなところが今起きるような状況でも ないかなと思ってますので、まあさっき言った通り、まずは決算を見てというところが一番今の重要なイベントに突入するようなタイミングかなと思っています。はい。で、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですが、一応これダウですね。まあ、そんなにほぼ動いてないので、こちらはちょっとパスしますけれども、まあ、引き続き現状株式市場としてはまあ、そんなに悪くないチャートの形状ですよね。ここでやっぱり下ひげつけてピョンと反発しているので、まあ、ある程度買いやすいような状況にはあるんじゃないかなと思ってます。 はい、まあこれナスタックですね。まあこれもう少し戻ってほしいなっていう正直ありますけれどもまあこのあたりは決算を経てどういう数字が出てくるかというところがまあ一番非常に重要になってくるんじゃないかなと思っていますはい。まああとはですね一応ちょっと見ておこうかなっていうところがあのマテスラだったりとかの取引のボリュームですよねこのあたり最近そんなにあの大きく戻ってきていませんでしたけれどもえー、あ、すいませんちょっとデータのはいあのきましたね まあそんなにやっぱり上がってきてないんですよね。まあこれ、もちろんテスラだけじゃないんですけれども、例えばアップルだったりとか、またグーグル、マイクロソフトもそうなんですが、この辺にはまだ資金ががっつり入ってきてるっていうような、正直動きはないというところで、まあそのメジャーテック、メガテックのところへの資金の,かあのすごい流入があって上昇とかっていうのでは正直ないというので、まああの、ここへの過度な期待とかっていうのは、まあ正直今はえする、 ようなななタイミングではいいかなと思っています、はいまあ、あのやっぱりそこの辺りについては物価上昇金利上昇のそのままシナリオが一つやっぱり気にされてるんじゃないかなと思うんですね、はいまあ、なのでこの辺りを引き続き警戒感を持ってっていうところが僕はいいかなと思っています、はいまあ、決算を機にちょっと状況変わるかもしれませんけれどもその辺りは注目しながら見ていきたいですね、まあ、あとやっぱり見ておきたいのはこれ中国の c u まあなぜあえてあのレバレッジか,かかってる方を見るかっていうまあ議論もあるんですけれども また、この年末年始から、まあ、もしくはこの金利に関しての、えー、まあ、少し安心感が出てきているタイミングから、まあ、ボリュームも伴って結構買われてきているんですよね。で、さっきも言ったみたいに、DD だったりとか、まあ、アリババが大きく買われてきているっていうのは、結構このあたり、その、本格的に2022年、中国株に買いが入るのかっていうところが注目されていると思うんですが、やっぱその、オリンピック前と後で、かなり中央政府の 移行というか方針が変わる可能性があってそこを狙って結構入ってきてる人も多いと思うんですねなのでまあこの辺りは継続的にウォッチしていきたいかなと思ってますまあ人によってはもう買ってる人もいるかと思うんですがあの中国に投資したいかしたくないかっていうのもいろいろとあると思いますがまあ一つこの辺りを見ておくとそのマーケットの,そのリスクアパタイトですかねリスクをどれぐらい取ろうかっていうみたいなそういう意思表示を表すような ところだととと思思うので見てておくと一つ参考になななるんじゃないかなと思っています、はい、でこ,こからボール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですけれどもまずはやっぱりインフレーションに対してのニュースですね、まあ、こういったところでは出てきているのが非常に重要なポイントかなと思っています、まあ、あとはですねあの一つなんだろう今のマーケットで起きていることというよりも今後のやっぱ政治関連のことで結構バイデンさんがですね本当に難しい局面に今立たされていると思うんですけれども 今度インフラ法案とかっていうのを通そうとするために、まあ、無理も承知であの議会での承認というか投票みたいなの何回も何回も今後やっていくことになるでしょうと、まあ、いうのが一つあの記事になってましたとでこれなぜかっていうとバイデン大統領の支持が今めちゃくちゃ下がってるんですよね。でかつそのいろいろ奔走している中であの彼がいろいろまとめきれてなかったとしても、まあ、投票に。 あの突き進んでいくようになったりとか、まあ、かなり大衆に対してアピールをするようになるでしょうと。でまあそれなぜかっていうともう何も言わない何も主張しないよりも、まあ、戦ってる姿を見せるんだみたいな感じに、まあ、今結構なってきてると。なのでまあ動きとしては政治の観点だったりとかインフラフォアの関連でいろいろ見えるかもしれませんが実態としてはあの何かを本当にできると思ってやってるというよりも。 その次の中間選挙というところに向けて見え方っていうところを意識しているその内容のあまり伴ってないような動きになっているんじゃないかっていうことが記事としてなってますね実際にそういうふうに内部の人も言ってるということなのでこの辺りはいろいろとバイデンさんがですね今後ごにょごにょ言うかもしれませんが実際にそれができるだったりとかそういう方向に進んでいくみたいな感じでは実際はないんですよっていうのは一つ結構面白い記事だなと思いました。 はい、あとはですねアップルの記事がちょっとなあの出ていたのでこれも見たいんですけれども結構アップルはですねここ最近は新しい商品が例えばその iPhone が出る前とかっていうのを買い控えが出るんじゃないかみたいな感じでちょっと決算が悪くなりがちというかその期待感があの低くなるみたいな感じがですね結構いろいろとあったわけなんですがここ最近のそのメタバースへの期待感っていうのがやっぱりアップルにもありましてで今後アップルのその アップルレンズ、アップルグラスみたいなのを出しますよね、メタバースの,その商品。で、そういったところへの期待がどん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 高まっていたりとか、まあ、あのアップル自体がメタバースについてそんな積極的にやらないみたいなことを先日ちょっとお伝えをしたんですけれども、まあ、とはいえ、期待感がやっぱり非常にあるので、まあ、そういった株価の、まあ、ダブつき、もたつきみたいなのが、まあ、今はちょっと見られませんっていうようなことが記事になってました。これ結構面白いなと思ったのが、やっぱりそのアップルだけではなくて他のセクターもそうなんですけれども、 やっぱりそのメタバースっていうところが、ブロックチェーンだったり仮想通貨の中だけではなくて、こういった株式市場に非常に強い期待感をもたらしているっていうのは、ある種の,あのまあニュートレンドにやっぱなってるかなと思いますし、Facebook がメタに変えたところのやっぱりインパクトっていうのは、本当に大きかったんだなと改めて実感させられるようなニュースかなと思ってます。あとはそれに加えて、Apple Car ですよね。EV についての期待感も高まっていると。逆にこのあたりの あの何かしら追加的なニュースが出てきたときに悪いニュースだった場合アップル結構売られやすくなる可能性があるのでここは一つ注視しておくべきポイントかなと思いますやっぱりマーケット全体のインパクトっていうのもあるので皆さんにちょっとお伝えをさせていただこうかなと思いました、はい、続いてはですねブルーンバーグ見ていきたいと思うんですがまずはですねこちらのニュースから見ていきたいと思いますでこちらなんですが今日ベージュブックの発表がありましたと。 発表というかあの発行ですかねで。ベージブックっていうのは、まあ、各連議員総裁の、まあ、担当エリアのですね、えー、経済状況がどういうものになってるかっていうのを、まあ、ある程度まとめて出している、えー、レポートになってるんですけれども、まあ、その中で言われているのは、まあ、当たり前かもしれませんがある程度、えー、経済に対してはソリッドグロース、まあ、非常にしっかりとした、えー、成長をですね、見せていますというのが、まあ、大体というかほとんどの地域ではあったんですけれども、まあ、一部の あのセクターですかね。特にやっぱりそのレジャー関係のところでは、まあ少し行き詰まりが出てきていると。やっぱりポイントはオミクロンの関係の影響かと思うんですけれども、その経済全体がすべてのセクターが今いい状態なんですよっていうのは一つないですよというのがポイントかなと思います。プラスに加えてえ、徐々にその物価上昇の圧力っていうのも、え一部のその例えばエネルギーだったりとか,かに関しては、若干ちょっと 下がってきてるっていうのもあるらしいんですねなので、えー、そういったところを鑑みてみるとまあ、本当にこのまま物価の上昇が継続するのがどうかっていうのはまあ、ちょっと怪しいなじゃないですけどあうがった見方をしても、まあいいんじゃないかなと思いますやっぱり今はかなり金利上昇物価上昇、えー、バランスシートの縮小がまあ急速に進んでいくみたいなところの方向性の見方が非常に強くなりすぎていると思うので、まあ、その逆に 逆の方向に行くリスクですよ、ね、まあそこはある程度、まあ、いろんなところをまあ読んだり調べたりしながら、えー、まあリスクを探っていくっていうところが、まあ、結構今後重要な作業になってくるんじゃないかなと思います。まあ今後はそういったところも含めて見ていきたいかなと思っています。はい。まああとはですねそういうようなことを言ってるとじゃああのバリュー株どうなるんだっていうところが一つ気になるポイントかと思うんですが、えー、この方はですねバリュー株 にについて非常にブーリッシュな方な方んですけれどもちょっと今バリュー株あのもう一旦ちょっと一服変わるんじゃないかみたいに、まあ、僕も思ってるんですがでプラスバリュー株っていうのは伝統的にというかここ最近の歴史を見てみると、まあ、反発もそんな長く続かないっていうことが大きいんですよねやっぱりこの10年とか、まあ、15年20年のタイミングでは 20, <laughs> 20年ちょっと一石かもしれませんがあのやっぱりそのメガテックが大きく成長してきたタイミングでもあったので、まあ、グロース株 のの最強なな時代っっていうのは結構あったわけなんです、ね、ですねそういうことを考えてみるとまたやっぱりそのバリュー株よりもグロースの方がやっぱり人気あるかもしれないけども、まあ、今こそバスバリューのタイミングが来るんだみたいな感じで、えー、この方は言っていますと。で、えー、まだまだ上昇は続くんだよとやっぱりディスカウントされてる幅っていうのが、まあ、これまで不遇の時代を経験してきたバリュー株だからこそ、まあ、非常に あのディスカウント幅が大きくあるのでまあ、そこををしっっっかかりととと取てていいいいけるる状況にななんじゃないかというこころをまあ言っています、まあ、これはあの人それぞれあの言いたいことを思うことはあると思うんですが、まあ、あのやっぱりそのポジショントークっていうのもあると思うんですけれども、まあ、こういった意見を持っている人も、まあ、一定程度あるっていうのは、まあ,あ、知っておくのは悪くないかなと思います。で、まあ、彼自身も実際、あの、さっき言った過去のトレンドだったりとか、まあ、バリュー株についての非常に やっぱり強い決算だったりとかっていうのは見てると思うので、まあ、全部バリュー株持ってるっていうのはもうないと思うんですねですがまあ一応そのバリューの時代はもう終わったみたいな感じよりもまだまだやっぱバリューはアップサイドあるんじゃないかっていうのを、まあ、見てるというわけですねはいまあこれはあの参考程度に聞いていただけたらなと思っておりますまあこれ以外についてもまあいくつかポイントとしては見ておくのは悪くないかなというのもありますが、まあ、結構面白いのは N95 のマスクですね、マスクの値段がもうめちゃくちゃ上がっていたりとかっていうのが、今、アメリカでは起きていたりとかいうのがしていると。やっぱりそのコロナの感染拡大が、我々がその日本で感じているよりも、本当にまあ局所的かもしれませんが、非常にアメリカではどん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 拡大をしていっていて、結構、いろんな病院だとか、学校だったりとか、そういったところへの影響が波及しているっていうのは、結構ニュース、いろんなところを見ても、 出てきてきいますよねなので経済の成長性が本当にどれだけ戻ってこれるのかとかっていうのは、まあ、一つ焦点には今後もう一旦なってきたりはするんじゃないかなとはちょっと思ったりはしています。まあ、いずれにせよあのそういったところと実際の皆さんが保有されている僕が保有している銘柄の決算っていうところのその連動性っていうのはもしかすると低い銘柄も多くあるとは思うので、まあ、そういったところを考えてみて あのちょっとこの辺りのマーケットは影響を受けそうだから持つのやめようかなとかっていうのもやっぱ出てくると思うんですね。で、今回やっぱベージュブックの内容を見てみるとレジャー関係、ホテル関係厳しいよね。じゃあその辺りはやっぱり長期的にあの成長していけるとかっていうよりもやっぱりそのバリュープレイっていうんですかね、その割安感から買うというところで見るとあの少しやっぱりもう反発もしてきてますし一服感もあるので買うの怖いよね、売ろうかなみたいなのもありますし、まあ、この辺りはあの本当に ま、決算見てっていうところも重要ではあるんですけれども、まあ、今後の経済だったりとか、そのコロナ及び物価上昇のなったりを、かんあの、その先のシナリオを考えてみると、今持つべき、まあ、適切な株って何だろうっていうのを、あの、ま、シナリオを描いて、あの、買ってみたりとかも、まあ、一つ、重要なポイントかなと思います。はい。まあ、いずれにせよですね、あの、S、S&P に個別株を投資して勝つっていうところめちゃくちゃ難しいっていうのも一つあるっていうのは、 え常に頭の中に置いて何を買うか本当に個別株買うべきなのか指数じゃないのかっていうところと常に自問自答しながら投資をやると僕はまあいいんじゃないかなと思いますまあ趣味でやってますっていうんであれば全然いいと思いますしなぜそれを買うかこの指数の指数をなかなかアウトパフォームするのが難しいっていうリスクがありながらっていうのはやっぱりあの常に考えておきたいポイントですよね。と、はい、いうことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。 非常にまた今あの難しいというか面白い局面に株式上あるかなと思いますしパウエル議長の市場とのコミュニケーション、まあ、こういったところは結構ですねあの人によってどういうふうにやっていくかっていうのは違うと思うんですがやっぱり今後まだもう一回、えー、パウエル議長が、ね、再任をして続けていくというところだと思うので、まあ、そのあたりも意識しながら聞いてみたい見ていくと、まあ、今後の,あの2年間ぐらいですかねについてはよりマーケットの理解が。 まあしやすいようなタイミングになっていくんじゃないかなと思ってますということでまた次回の動画でお会いしましょうさようなら